ライヘンバッハの滝は、スイスにある落差250メートル、幅90メートルの滝である。アルプス山脈でも、最も高所にある滝の一つである。麓にあるマイリンゲンの町は、メレンゲの発祥の地とも言われている。この名所は、コナンドイルの推理小説に登場する、名探偵シャーロック・ホームズが、短編小説、最後の事件で、宿敵、モリアーティ教授と相打ちになって、 滝壺に落ち、死んだ場所としても知られている。岩棚にぶつかって、幾筋にも分かれる。この滝は、その美しい光景によって、来編バッハへの旅行を価値あるものとしていて、同地を旅行した作者ドイルにも、ベルン州にある多くの滝の中で特に強い印象を与えたようである。ドイルが、ストランドマガジンで連載していた、ホームズの物語は絶大な人気となり、ドイルは、 ファンの要求に応え、ホームズものの連載に追われることとなった。しかし、最後の事件の執筆当時、ドイルは、より文学的な歴史小説に題材を移そうと考えており、ホームズもの,の連載が足かせになると考え、その連載を終わらせるために、ホームズを泣き物にしようと考えた。こうして、自分の生み出した国民的ヒーローであるホームズを、この、 ライヘンバッハの滝で死なせることを決意したドイルは母へ送った手紙の中で下記のように表している。しかし、ドイルの決断は長続きしなかった。ファンは作者に抗議し、ホームズの物語の再会を求め、母ですらホームズを殺した息子をなじったからである。この作品の後にドイルはホームズものを再開するが、それはライヘンバッハ以前の活躍を描いたものだった。 読者はこれに飽き足らず、生きているホームズの活躍を読みたがった。結局、ドイルは、ファンの熱望に負けて、ホームズはバリツという武術で、モリアーティを投げ飛ばし、滝から生還したと設定し、ホームズは、空き家の冒険で復活することとなった。現在、滝へ繋がるケーブルカーの駅には、ホームズについて記した記念プレートが設置されている。作中での舞台へは、 滝の上部までの道を登り、橋を渡り、丘の下までのコースをたどることで行くことができる。ここには、英語、ドイツ語、フランス語で書かれた記念碑があり、英語ではこう書かれている。1891年5月4日、ここで、シャーロック・ホームズは、モリアーティ教授を打ち倒した。作中で、モリアーティとホームズが落ちたのは、滝の反対側になる。詳細は、 シャーロック・ホームズ博物館となっている古い、境界道で展示されている。マイリンゲンの街には他に、ホームズが宿泊した、英国旅館、ホームズ像、コナンドイル広場がある。ありがとうございます。